こんにちは、アルキンチャンネルです。今回は海上自衛隊呉基地の第2弾というよりリベンジしたいです。はい、前回はこれも買って開封したんですけども、アルキンが潜水艦が欲しいんです。もう特にこの2番昇竜型が、とっても欲しくて、でまあ3番でもいいんですけども、前回買って開封した時にガチャーン、潜水艦じゃなくて戦艦を当たりました、ゲットしました。これね、5番の稲妻、まあかっこいいですけどね、潜水艦。ただアリチがどうしても潜水艦が欲しいのでもう一回買っちゃったんですよ。リベンジしたい。はい、今回は昇竜型、特に、はい、お願いから2番当たるように、入ってますようにお願いします。じゃあこれかっこいいでしょ、潜水艦。さあ早速開けましょう。じゃあ1、はい、開けます。1、2、3、押す。はい、はい、じゃあ何が、あ、はい、入ってるか。あ、これね、ガム。はい、1、2、3、はい、じゃじゃーん、じゃじゃーん。あ、また戦艦だー。え、今回は何、4番5番、違うでしょ。あ、4番でした、笹波。え、ただん4番の、あ、これがこの台があるということは4番の中でもこれですね、台が生えてる。はい、笹波、じゃじゃーん、笹波のデータがここに書いてあります。はい、いっぱい、はい、作り方、あ、これですね。はい、じゃあ組み立てますね。多分ここは今 A 番なのでこうが生えてる。ではちょっと組み立てますので少々お待ちください。はい、アリチンです。はい、できました。ちょっとかっこいいですね。意外とこの、うん、これがいいね。本当に。ほら、これも。じゃじゃーん、できました。ちょっとね、細かいパーツは諦めました。手が、入れられないので、まあ、とりあえず。できました。これ比較するとじゃあやっぱりこっちの方が、台の方が船らしいね。ここは海の上に想定しているのでぺちゃんこぺたーんとなってるんですね。これ意外にこれが下もしっかりしててすごくかっこいい。でしかもここにも名前がかかってる、ささないいね。ちゃんとできてて、あ、これが曲がって、あ、ごめんなさい、ちょっと曲がってます。はい、じゃじゃん、レーダーもちゃんとある、ミサイルもある、ちゃんと、ね、よし、はい、以上です。満足。ちょっと残念、潜水艦じゃなくてまあ戦艦なので、今回は04番の笹波です。はい、以上です。アリチンチャンネルでした。今回は、はい、海上自衛隊の呉基地のシリーズです。第2弾。はい。で、当たったのは笹波です。はい。チャンネル登録もお願いします。またね。バイバーイ。